一体どうしたんだろう、さくら。待たせたね。別に待ってないわよ。それで相談したいことって何？どうせさくらのことだと思うけど。なんでわかるのよ。いやいや、椿の様子を見てればわかるから。最近さくら椿にべったりだからね。そうね。でもそれは椿にとっては最高じゃないの？なんでよ。なんでって？椿はさくらのことが好きなんでしょ？あなたは何を言っているのかしら？いやいや、見てればわかるから。ごまかさなくていいから、今悩んでることを言ったら。最近さくらが私とずっと一緒にいるのは知っているでしょ？そうだね、常に椿と一緒に行動してるよね。最近は家まで迎えに来て、一緒に登校して、帰りも私の家まで来てくれるの。それは良かったね。もちろん嫌じゃないわよ、むしろ嬉しいっていうか、さくらと朝からずっと行動できるのは幸せで、まるでカップルっていうか。のろけだったら帰っていい？のろけじゃないわよ。何言ってるのよ。わかったよ。それで悩みって何？まあ大体は想像できるけど。さくらの私に対しての束縛が激しいのよ。それはむしろ椿にとってはご褒美じゃないの？椿はむしろもっとさくらにいろんな意味で束縛されたいんじゃないの？それ完全にヤバい人じゃない？私はさくらとそんなドロドロな関係を望んでないわよ。もちろんさくらが私と一緒にいたいって気持ちはすごく嬉しいわ、すごく。でもなんで急にそんなことをするようになったのかわからなくて。何か怒らすようなことをしたんじゃないの？してないわよ。じゃあさくらの束縛が激しくなった日に何か変わったことをした？変わったことって、ボタンと話したことぐらいかしら。それでその時に何か特別なことをした？特別なこと？私がつまずいたのをボタンが支えてくれたぐらいね。それぐらいしかわからないわね。なるほどね。ちなみに、もしさくらがボタンと抱き合っていたらどう思う？ボタンに嫉妬してさくらを束縛するわ。私のことはどうだっていいのよ。本当になんでさくらは急に私にべったりするようになったのかしら。さあ、つばきちゃん。さくら。つばきちゃん探したんだよ。急にいなくなったから必死に探したんだよ。それは、さくら、つばきがさくらに大事な話があるんだって。何言ってるのよ。ちょっと待ちなさい、ラン。それじゃあ邪魔者は退散するね。つばきちゃん。何、さくら。ランちゃんと何を話してたの？別に何でもないわよ。つばきちゃんは私のことが嫌いなの？え？違うわよ。じゃあなんで私に嘘をつくの？最近さくらが私にべったりだから、そのことでランに相談を。
ごめんね、つばきちゃん。つばきちゃんにとって私の行動は迷惑だったみたいだね。そういうわけじゃん。ねえ、どうして急に私にべったりするようになったの？つばきちゃんがこの前ボタンちゃんと抱きついていたから。あれが原因なんだ。でもどうしてあんな急にべったりと。悲しくなったから。私のつばきちゃんが取られちゃうって思ったら胸が苦しくなったから。そうだったんだ。ごめんね、さくら。さくらの気持ちに気づいてあげられなくて。え、つばきちゃん？さくらは本当に甘えん坊さんだね。え、私が他の子と仲良くなっているのを見て寂しくなったんでしょう。さくらは本当に子供っぽいんだから。鈍感。何、さくら。つばきちゃんは本当に可愛いってことだよ。はあ？可愛いって何よ。つばきちゃん可愛い。ちょっと待ちなさいよ、さくら。どこに可愛い要素があったのよ。はあ、甘い。早くカップルになってくれないかな。